1902年に穴守稲荷神社への参詣客などの輸送を目的に開業した穴守線。その終点である穴守駅は当初エビ取り川の対岸に位置し、穴守稲荷神社は駅から川を越えた場所にあったもの。1913年には川を越えて穴守稲荷神社の近くまで路線が延長していった。しかし様々な世界情勢などが複合的に絡み合った結果、エビ取り川伊東の湿地から住民がいなくなり、穴守稲荷神社も現在の穴守稲荷駅付近に移転。さらに穴守線も穴守稲荷駅までの間までの路線となり、穴守稲荷から穴守駅までの間は休止、後に廃止されることになった。最終的にエビ取り川伊東の土地一帯は、すべて1952年に開港した羽田空港こと東京国際空港の湿地となり、穴守線は1956年に休止路線の一部を復活させる形で羽田空港駅が延伸開業し、さらに1963年には路線名称が空港線に変わる。こうして穴守線改め空港線は羽田空港へのアクセス路線として大躍進を遂げるのかと思いきや、そんなはずがなく、羽田空港への鉄道アクセスに関しては1964年に新規開業した東京モノレールが独占している状態。羽田空港駅自体も名ばかりの空港アクセス駅といった状態であり、空港線も名称こそは空港アクセス路線であるもの、実態は付近の住民のためのローカル線で、3両編成の電車が本線との直通運転もほぼなくひたすら折り返している状態であった。しかし羽田空港の発着数は1964年以降の海外旅行時流化を機に大幅に増加し、処理能力が限界になっていた。そこで1978年より千葉県成田市に新東京国際空港を開港させ、国際線のほぼ全ての路線をそちらに移すも、国内線自体の需要数が大幅に増加しており、もはやキャパシティは限界であった。そのため羽田空港の拡張工事が1984年より始められ、これに合わせて京急空港線も変化を迎えようとしていたのである。拡大を続ける発着数の大幅な増加により、空港設備の処理能力が限界を迎えていた羽田空港。超巨大機であり、世界的には大陸間を横断する長距離国際線での運用がメインのボーイング747が日本の空で頻繁に飛んでいたりしていたのも、この羽田空港のキャパシティが限界に陥っていたという側面によるものがあり、ジャンボでないと捌ききれないというくらいにはヤバかった。ちなみに日本のこういった特殊事情から生まれたのが、747のうち 100SR や 400D などといった機材たちであり、さらに言うと日本航空は一時期ではあるが世界で一番ジャンボを保有していた事業者でもあったりする。また当時の羽田空港は発着枠だけでなく住民から騒音に対する苦情も絶えなかった問題もあり、それは滑走路が市街地に近かったことが原因であった。そこで空港機能の抜本的な改善と騒音の対策を目的に、1984年から沖合展開事業、通称沖展と呼ばれる羽田空港の移設拡張事業が行われ始めた。この沖線では羽田空港の東方に広がる海を埋め立てて土地を造成し、その造成した土地を使って空港施設を移設拡張しようという目論みであった。しかしこの沖線に使う用地は、もともと東京都が造成した羽田沖廃棄物埋め立て地であり、東京港の浚渫土や首都圏の建設残土などを処分する残土処理場という存在であったがゆえ、長年のヘドロが堆積した底なし沼状態であった。ここには重機は愚か人すら立ち入ることが不可能な場所が多く、含水比率は100を超える超軟弱地盤であったことから工事は難航。様々な工法を駆使し長い年月を経て1992年に完成した土地はとても広大なものであり、羽田空港の所在地でもあり、空港線の所在地でもある現在の大田区の総面積のうち3割を羽田空港が占めるほどの面積となり、またこの埋め立て地編入によって東京23区の中で最大の面積を誇る区が世田谷区から大田区へ変わってしまうほどであった。この埋め立て地造成による広大な土地を利用して羽田空港は拡張されることとなり、発着枠も大幅に増加されることが見込まれ、それまで主な空港アクセスを担ってきた東京モノレールだけでは、増大する輸送量に対応することができないと判断された。そこで、この沖線による発着枠の拡大とそれに関連したターミナルビルの移転に合わせて、京急は再建当時からの悲願であった、羽田空港敷地内への乗り入れがようやっと認められることになったのである。1980年代から2期に分けて羽田空港敷地内への延伸工事が始められることになり、まずは第1期空港線延伸区間となる羽田空港駅から仮称羽田空港口駅までの間の免許が1985年に取得され、1988年より着工、追って1989年には第2期空港線延伸区間となる仮称羽田空港口駅から羽田空港新旅客ターミナルビルアクセス駅までの免許を取得。その後1992年より第2期延伸区間についても着工が開始された。た
この延伸工事であるが、第一期工事が進捗するようになると、穴守稲荷から羽田空港駅の間が工事に影響するようになってきたため、1991年1月をもって穴守稲荷から羽田空港駅の間は休止され、しばらくは京急蒲田から穴守稲荷の間での運転となった。そして1993年3月31日をもってこの区間は廃止となった後、第一期延伸区間の延伸工事が終わり、1993年4月1日、第一期延伸区間が開業し、同時に新たな空港アクセス駅として、2代目の羽田駅が空港島内に開業した。この羽田駅開業に伴って、空港線では輸送力や利便性が向上されるようになった。まず、全駅が3両編成までしか対応してなかった空港線であるが、6両編成まで対応できるようにホームが延長。さらに長年空港線内での折り返し列車ばかりだったものが、本線へ直通する列車も登場するようになり、本線を越えて都営浅草線などへ直通する列車も登場し、空港線内こそ各駅停車であるが急行列車も運転されるようになる。1994年からは8両編成の運転も始まり、相変わらず空港線内は各駅停車だが1997年から本線へ直通する特急電車の運転も始まる。こうして空港島内へ乗り入れる羽田駅が開業するようになると、京急の空港アクセス列車も整備されるようになり、浜松町という微妙な場所を起点にするモノレールとは違い品川という一大ターミナルへ乗り入れることもある上、さらにそこから都営浅草線やその先にも直通することから、京急も羽田空港アクセス路線としての地位を伸ばしていく。かに思えた。それもそのはずこの羽田駅、空港島内へ乗り入れたとはいえ、まだまだ羽田空港のターミナルからはほど遠い位置にあったのだ。そのため羽田駅から羽田空港へアクセスするにはターミナル間連絡バスへの乗り換えが必要であり、1993年9月27日の羽田空港新旅客ターミナル、ビッグバードが開港すると一足先にビッグバードへ乗り入れを開始した、東京モノレールへの乗り換えを強いられてしまう結果となってしまったのである。なお余談であるが、ビッグバードが開業した1993年9月27日には東京モノレールの路線の一部ルート変更が行われており、この際、元からあった東京モノレールの羽田駅が京急の羽田駅付近に移設されると同時に乗り換え専用改札口が新設されており、現在はモノレール羽田空港方面との連絡改札口こそ朝の一部時間帯しか空いていないものの、京急の羽田空港方面ホームとモノレールの連絡改札口があり、モノレールと京急の乗り換えはこの駅の利用が比較的楽だったり、さらに、当初は6両編成しか乗り入れられないとも話したが、この時になると乗り入れ可能な6両編成も少なくなっており、乗り入れ先の新車は8両編成がほとんどであり、このうち北総開発鉄道については全ての編成が8両編成となっていたのである。しかし、空港線には6両編成しか入れないため、どうにかして直通可能な6両編成を集めるものの、かき集めた車両は京急線型、京成3000型などの赤電、都営5000型などといった直通運転開始初期の古い車両が中心。さらに都営5000型に至っては全車両が非冷房車両というありさまであったのだ。比較的新しい車両がやってくるとしても2本だけある都営5200型と京急線500型のうち、当時ほぼ唯一の6両編成であった1637編成程度であり、当時最新鋭の電車であった京成3700型及び3400型や都営5300型、京急600型といった電車は全て8両編成であったがゆえ、8両編成が入線できない空港線へは、1994年12月に8両編成に対応できるようになるまで乗り入れることができなかったのである。まただるまさん導入で冷房化率 100% を達成したかと思いきや5000型が入るようになり、非冷房車が再び乗り入れるようになってきた。そのため、まだまだ空港線が車両面においても冷遇されている状態から脱出できた、とは言い難い状況であった。しかし、まだ第二期建設区間の建設が終わっていない。軟弱地盤の地下にて建設を進めていた羽田から羽田空港直下駅の区間が、難航しながらも工事を進めており、それがついに完成を迎え、開業することになったのである。同時に羽田駅は空港アクセス駅という役目を羽田空港駅へ譲る形で終え、駅名もモノレールの駅ともども天空橋駅へと改称された。そして、二代目羽田空港駅が開業したのである。
この羽田空港駅は羽田空港のターミナルビル直下に乗り入れる京急初の本格的な空港アクセス駅となり、延伸開業後、東京モノレールやリムジンバスなどと競合しつつも、モノレールに対しては都心側のターミナルとして浜松町より利便性の高い品川をターミナルとしていることや、さらには地下鉄に乗り入れて田町、新橋、日本橋、浅草、押上などへ乗り換えなしでアクセスが可能なほか、そこからさらに京成電鉄へ乗り入れ、鉄路で成田空港までも直結するようになるなどして台頭し始め、以前から直結で様々な箇所へ向かえるリムジンバスへは鉄道が持つ定時性の高さなどで台頭し始めていった。また今まで京急蒲田駅を通過していた本線の快速特急もこの日より京急蒲田駅に停車し始め、さらに京急線内だけでなく、都営線内にも通過駅を持ち、京成線内も当時の一般列車最速達種別である特急として運転する。エアポート快速特急がこの羽田空港駅開業とともに誕生し、40分に1本の間隔で運転を始めたほか、青戸や高砂で上野から来る本線特急に接続し、京急線内では特急運転であるが、都営線内ではエアポート快速特急と同じ停車駅を持つ。エアポート特急の運転も40分に1本運転され、2つ合わせて20分に1本成田空港と羽田空港を結ぶ速達列車が運転されるなど、京急はもちろん、直通先各社もこの羽田空港駅開業に力を入れていたのは間違いないであろう。なお快速特急とエアポート快速特急は空港線内において京急蒲田と羽田空港以外の全ての駅を通過する種別となっており、京急が支店内で通過駅を持つ種別を設定したのは、栗浜線快速特急に続いて2例目となる。1999年7月の白紙ダイヤ改正では運転系統の大幅な整理が行われ、この改正では本線のダイヤ改正が際立って目立っていたが、快速特急がそれまで略称であった快特に解消されるのと同時にエアポート快速特急もエアポート快特となり、同時にエアポート特急は廃止となり、エアポート快特に格上げとなっている。さらにこの白紙ダイヤ改正で、とある列車が誕生した。401A、空港線内 500A、三浦海岸始発快特羽田空港行き、当時最新鋭の2100型を使用して運転するこの列車は、横浜方面から羽田空港をダイレクトに結ぶ列車であり、横浜方面と羽田空港を結ぶ列車の先駆けと言えるであろうものである。しかし羽田空港への本格的なアクセス路線として空港線の列車本数が増発され、さらに本線との直通列車も増えてくると、とある駅がダイヤ上のネックとなってしまったのである。それが京急蒲田駅であり、今までは本線の上下線列車と空港線折り返し列車のみの運転であったがゆえに、本線2線と空港線1線といった駅の構造でも問題なかったが、増発されるにつれて特に空港線のホームが1線しかないというのが問題となり、さらに京急蒲田駅を出てから踏切を通過し、その先にある分岐器を通過するまで単線となっていたことは非常に問題な点であった。そしてその踏切は交通量の多い第一京浜をまたぐものであり、多くの列車が通ることになり開かずの踏切となるのは道路交通上でも問題であった。また本線と空港線を結ぶ分岐器や渡り線は品川方にしか整備されておらず、横浜方面から羽田空港へ直結する列車の設定もかなり難しい状況だった。そのため京急蒲田駅付近に存在する様々な問題点を払拭すべく、京急蒲田駅付近の大規模改良工事が行われることになったのである。